今週もやってきました、ミザリオールの音楽堂です。どうも。先週に引き続きゲストはレイズの皆さんです。まずは2週目になると慣れてきましたでは早速、メンバー紹介をお願いいたします。ボーカルの秋田です。よろしくお願いします。ギターの翔です。よろしくお願いします。ギターの原田です。よろしくお願いします。ベースのヒロです。よろしくお願いします。ドラムの王子です。よろしくお願いします。名前言ってる。名前言ってる。ドラムの王子ことケンジです。よろしくお願いします。まあ先週見ていただいた方はもうお分かりでしょうが、王子キャラがここで定着しましてそうですね、もう王子ということでこれですかね。これが王子。いや、そこじゃないよ。全部そこだけじゃないよ。いや、まあ、あれじゃ家とかも王子だしさ。王宮キャッスル。キャッスル。そこで英語出しますか。急に来た。まあ先週に引き続き、フェイズの皆さんに、じゃあゲストということで、前回は、フェイズの、そうですね、結成から、ライブとか、ちょっとリリース、まあこういうのが売りというのを。軽く触れていただいたんですけれども、今回はちょっとさらに深く突っ込んでいただき、フェーズとしての、じゃあ、まあ、売りですね、ライブバンドとしてのこだわりや、こちら、売りです、売りというかですね、もう、見せどころというか、そういうところをちょっと聞かせていただきたい、いただきたいなと思います。なんか、やっぱりまずは、まあ、ヒロさん、まずはもうライブ大好きということで。はい、ライブ大好きです。3度の飯より。ライブ好き。言いましたね。飯食わなくてもいいからライブやらせろって感じです。すごい。嘘でしょ。飯なんて食わなくても俺生きてやる。いや全然嘘じゃん。やばいやばいやばい。やばい。何がやばい。しかもしれっとまた音声乗らなかったんですけど、王子が結構食ってるじゃん。あ確かに、ライブない時期はやっぱ食いますね。蓄えてるでしょ。そう蓄えて蓄えて。それを発散して。そう全部出す。カロリー消費。まあ、ダイエットじゃないですかね。でもそのやっぱライブ終わった後はなんかちょっと腹筋若干割れてたりしますね。何なんですかねあれは。叫んでっからね。確かに。ギャーギャー叫んでっからね。じゃあね、入ってますもんね。ありがとうございます。食い食い出るからね。食い食い出ますね。そうだね。じゃあ他の皆さんもライブにかけるこういうとこ好きだとか、なんか意気込みなんかもちょっと聞かせてもらえれば。ですね、我々ライブはですね、毎回同じパターンでは絶対やらないっていう決まりがあります。あ、決まりがある。はい、というのも、まあ登場 SE があって、はい、登場してライブが始まるじゃなく、時に客席から来たりそんなことしたんですか。あったね。あったね。時にボーカル俺が歌ってみたりとか、そういうバンドなんです。あの、1曲目突然全員パートチェンジの場所にいて、当てぶりで丸々一曲やってみたりとか。やったね。告知なしでやるからね。ファン動揺隠せないですね。困っちゃいますね。あれ、いつものドラムのポジションにいないっていうことですよね。例えばギターとか。そうです、うん、ドラムハルとかいたもんね。あ、そうだね。あれ、なんだっけ。あ、そうそうそう、ディスコードやった時か。そうですよ。すごいですね、なかなか。それも売りなのかなっていう。あ、なるほどなるほど、はい、やんないもんね。普通のバンドはなかなかやんないですね。結構やる。客席から乱入するのプロレスラーぐらいですかね。プロレスラー。フェイズアムね。プロレスラーよりな。いや、王子はライブ。ライブですか。はい。こだわりといいますか、やっぱお客さんたちにはやっぱ笑顔でいてほしいんで、ドラムって常に後ろから見てるじゃないですか。はい。はい、でメンバーの背中が見えて、でお客さんの顔が見えるので、はい、もう全部見渡せるんで、もういいポジションです本当に。ドラムの良さが全然違う。全然違う。キャッチボールしたのになんかラグビーボール感じてくれる。こだわりはそうですね、お客さんを笑顔にしたいっていう。あ、なるほど。はい。びっくりした途中からドラムいいですねみたいな感想なさ。ここからどうなのかなと。ステージからどう見えますかって質問じゃなかった。ではすごい、はい、あ、自分そうです、はい、そうです。まあ、なんかいろいろちょっとなんか言われて考えたんですけど、はい、そうですね、ライブ結構なんですかね、あったかいライブというか、なんていうか、あの人間味のあるまあそのまんまなんですけど、
まあ、結構感動的な、なんすかね、MC じゃないですけど、なんか本当になんか熱いものがあるっていうか、なんか来てくれた人は特になんか、まあ、感じるんじゃないかなっていうか、まあ、感動的だったり、なんか、まあ、まんまかライブってそういうもんですよね。アトコムだよね。そうですね、本当にでも楽しんでもらえて、それがまあ特に売りになるのかなっていう感じですから、はい、うまくちょっと説明できない。わかりましたね、今のね。まあ、なんて言えばいいんだろう。うん、まあ、アットホームなライブを売ってるってことですよね。そうそうそう、そういう感じです。はい。ありがとうございます。私も一緒、どうしようかな、どうまとめようかなと思って。ハルトは通訳必要なんで。すいません。あ、なるほど、はい、ギター同士で通ずる、やっぱそこはあるんですね。はい、はい、すいません。いえいえ、だめだめ。多分、見てる人には伝わってると思いますんで、やっぱこれ。はい。はい。あと、まあ、はい、やっぱりファンの方々っていうのはそういうのが好きだから、やっぱり来てくれてるっていうのはやっぱり売りだったりすると思いますんで。で、秋田さんなんか特に、ボーカルとしてここはそうですね、まあこだわり、まあ、あれじゃない、マナーにはうるさいよね。あいや、マナーっていうかね、そのなんかそれ言う今それ言ういや、まああのあれじゃないですか、その、ライブはまあ楽しく、みんなで楽しく会ってほしいので、そのなんかね、今昔はなかったと思うんですけど、お立ち台とかあるじゃないですか、お客さんの方で、はいはい、そのお立ち台とか、あと、なんだろう、荷物地べたに置いてたりとか、そういうので、まあね、そのお客さんがもうわーわー暴れまくるところで、そういう人のね、邪魔になるようなものを置いてたりとか、そういうのが、まあ、良くないなと単純に思ったんで、まあね、たまにわーわーね、わーわーガミガミ言っちゃう節があるんですけど、いや、いいことだと思います、はい、やっぱりライブマナーっていうのはあっての、まあ、やっぱ楽しくするにはそれなりのルールがやっぱあるわけですからね。そうですね、何それ、正しいこと言ってる、いいこと言ってると思います。俺は秋田のそういうところ好きだよ、悪いことは悪いって言えるところ。あ、ありがとうありがとう、愛してる。あの、ここでいきなり2回目にして愛の告白が始まると面白い。急に来たね。まあ、こだわりというか、まあそうですね、まあとにかく、まあ俺らも含めなんですけど、はい、まあ、ライブ楽しくやれればそれでいいかなっていう感じですかね。俺は単純に、本当単純明快にそれだけ考えてます。はい、私も一度どころか、もう何度か先ほども言わせていったんですけど、前回の放送でちょっと触れたんですけど、はい、もう5回ぐらいは対バンとかで見させていただいて、一番最近だとシンクエットさんのワンマンでのオープニングアクトですか、はい、見させていただいたんですけれども、いやー、オープニングアクトですけど、やっぱお客様の心がっちり掴みますね。特に、まあ、ハルトさん前に出ますね。あ、ヒロですね。ヒロさん、ハルさんじゃない、ヒロさん。でもハルトも出てるよな。俺出てるかな。いや、出てますよ、下手組結構。そうです、うん、ありがとうございます。俺、名前間違えてるのよ。いや、その下手組結構その、はい、まあ私が見た、たまたま下手のポジションだって見てたっていうのもあったんですけど、やっぱそうです、やっぱりお二人、あの、そんな控えめにならなくていいと思って前出てましたよ。いや、ハルさんもそうですけど。ありがとうございます。わかりました、見ました。え、いきなりそこで今思い出した。何をですか。あの、あ、いましたね、下手に。いやいや、いきなり何を。あ、その、あ、ライブの日、ライブの日、あ、見てくれ、超覚えてます。あ、今バチーンと思い出しました。バチーン、バチーン来た。この収録中にいきなり私のことを思い出したすげえ煽っちゃった人だ俺が。あ、そうだ、うん、そうだったね、煽られました。はいはい、だから前に来るなって言ってたのは先ほどそこなんです。なるほど、すっごい目合って、来いよとかずっと言ってたのを覚えてる。なるほど、なるほど。これ、あの、俗に業界でいうところ兄さんあるあるなんで、ギタリ兄さんって呼ばれてるんですけど、なんか、あ、いましたよねってよくバンドマンさんから言われるんですよ、どのライブ行っても。だって目立ちますもん。違う、チェックしてんだ。うん、皆さんなんか、あ、いたいた、この兄さんみたいな感じであったね。まあということで、まあ、ライブの売り、まあ、最後私を思い出していただけたという、はい、まあ、あの、告知の方早速行ってみたいと思います。はい、こっち、そうですね、あの、まずはライブスケジュールなんですけど、はい、主要なところで、そうですね、まあ、一番近い内容だと、まあ、11月17日に初めて名古屋の方で、はい、あの、自分ら、フェイズが主催をやらせてもらいます。初主催ですね、はい、初ですね、名古屋では初なんですけど、はい、まあ、その主催の方にも結構自分らの仲いいバンドさんだったり、その名古屋の方のバンドさんだったりも出ていただくので、すごい熱いいいイベントになると思うんで、はい、じゃあ名古屋の方はぜひ、まあ、もちろん東京の方も、その他地方の方もぜひ遊びに来てください、はい、ね、はい、続きまして、で、その次が主要なところで行くと、まあ、
ちょっとだいぶ飛ばしたんですけど、12月11日に、はい、高田馬場クラブフェイズで、自分たちの初めてのワンマン、初ワンマンです、はい、やらせていただきます。はい、はい、もうこれはもうぜひ期待ですね。もうこれ初ワンマンに向けての皆さんかなり、まあ、ライブが好きと、そうですね、いつもと違って持ち時間もないですからね、はい、ガンガン攻めれるぞということで、で続きましてリリース情報お願いします。リリースが、まあ、ワンマンの直前なんですけど、12月2日に、サードシングル With You が、リトルハーツさん限定ですかね、限定で発売しますよっ、はい、ありがとうございます。で、その東京、大阪、仙台のリトルハーツさんと、あと名古屋の方は、ファイブスターさんで限定発売になるので、もしよかったらぜひぜひ聴いてください。お願いします、はい。まあ、あとはそうですね、こちらのソーシャルネットワークサービスの方もやってらっしゃるということで、はい、こちらの告知もお願いします。はい、ツイッター、まあ、メンバー全員、ね、やってるんですけど、ツイッター、アメブロだったりもやってますので、よかったらフォローお願いします。で、そのツイッターとかにも、オフィシャルのホームページから全部詳しく見れるので、よかったらオフィシャルのホームページをまず見ていただければ分かると思うので、お願いします。そうですね、あと YouTube のチャンネルもあるということで、はい、YouTube のチャンネルはだいぶ、はい、自分らの、まあ、ある意味売りだね。そうだね、はい、いろいろちょっと個々のね企画だったり、バンドとしてのねワンマンに向けた企画だったりっていうのもいろいろ頑張っていこうぜみたいな感じでやってるんで多分今これを見て初めて見たって人が YouTube を見たらいろいろとびっくりするかもしれませんが、よろしくお願いします。またライブを見たって方がこちらを見るとこんなバンドなのかっていう多分このギャップ、これが先ほど言った、そうですね、はい、白と黒というか相反するところも出てくるんじゃないかなと思います。はい、2週にわたり、ゲストに出演していただき本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、ゲストのベイズさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、それではエンディングです。エンディングでは、各 CD ショップに置かれているフリーペーパーから気になった記事を紹介していきたいと思います。今月ですね、気になったこちら記事はマグさんの、こちら表紙、そして関東インタビューをしているディオーラさんですね。こちら、今年結成5周年を迎え、さらにベストアルバムをリリースするディオーラさんの、非常に濃い5年間分のインタビューがこちらに収録されておりますので、もしよろしければ、各 CD ショップに置いてありますので手に取ってみてはいかがでしょうか。はい、それでは、次回もかっこいい濃いビジュアル系アーティストさんをゲストに迎え、楽しく激しくトークをしていきたいと思います。それではミザリオールの音楽堂、また来週。Tokyo Borderless TV.